エルグリセロールは、グリセリンとエーテル結合を持つ化合物であり、クミルアルコール、バチルアルコール、セラキルアルコールが主な成分であり、エーテル質とも言う。人体の肝臓、脾臓、骨髄、赤血球、結晶中に存在する。人の母乳や牛乳などにも含まれるが、比較的サメの肝臓に多く含まれていることが知られている。なお、 サメの持つアルキルグリセロールは免疫刺激物質及び癌の強力な治療薬などとして用いられている。典型的なアルキルグリセロールの構造を図6 1 2に表す。次に北極海域に生息する深海ザメであるグリーンランドシャークから抽出されるアルキルグリセロールの種となる3種の成分の構造式を図6 1 3に示す。 1950年代に、ストックホルムの小児病院において、骨髄の再生を目的として、小児白血病の患者に投与が開始され、一定の効果が認められるようになる。1960年初めから、カロリンスカ研究所の放射線治療研究所において、がんの放射線治療を行った際に起こる細胞の損傷、粘膜の損傷、 増血作用への障害などの副作用を軽減することを目的とし投与されている。アルキルグリセロールは主として放射線と組み合わせた補助的治療として主治の方の癌に応用されてきた。ブロルトエーラの子宮頸癌腫瘍の対縮と放射線治療による合併症の減少に関する研究の結果が残されている。アルキルグリセロールの傾向投与による毒性試験は ラット、マウス、犬において行われている。バチルアルコールをラットに体重あたり5から1 0ログラム投与しても胸腺及びアデノシン三輪酸の合成にもには影響がなかった。1952年の早期に結核菌に対するアルキルグリセロールのインビトロでの成菌効果が報告されている。現在の研究でバクテリアの抗成物質抵抗性は グラム陽性菌及びグラム陰性菌ともバクテリア内の脂質含量に関連していることが示されている。この場合のアルキルグリセロールの作用は筋細胞内の脂肪の合成を阻害することによるものである。骨髄の投与は60年以上前から二次、性貧血の治療に有効な方法であることが見出されている。後に骨髄脂質の被検化分隔がこの作用、すなわち 赤血球増加作用を担っていることが分かった。サンドラーを得はラットにおいてバチルアルコールが赤血球増加作用の効果があることを見出した。また、人においてはバチルアルコールの皮下注射による毛状赤血球の増加が示された。さらに、赤血球、血小板、下流球の増加作用についても何人かの研究者により確認されている。興味深いのは ケミルアルコールが血球増加作用を示すことである。アルキルグリセロールの放射線由来の白血球、減少症の治療については、これまで非常によく研究されてきている。臨床結果、ブロルト・エーラが1963から1966年と1970から1972年に放射線治療を施した患者に対する研究は、子宮頸眼患者における、 放射線障害に対する保護効果をさらに追求することを目的として行われた。一方のグループの患者に3ヶ月間、グリーンランドシャーク肝油由来のアルキルグリセロール 600mg、日を放射線治療中に 300mg、日を放射線照射後に与えた。もう一方のグループの患者は放射線照射後は同様に処置したが、照射前に予防的に8日間、600mg、 日のアルキルグリセロールを承知した。照射中と照射後にアルキルグリセロール投与の患者群は非予防群、照射前に投与した患者は予防群と呼ぶ。その結果、予防群は非予防群及び対象群と比べて複合障害と多重障害が著しく少なく、差は統計学的に優位であった。現在のところ、天然のアルキルグリセロールを癌治療及び、 放射線障害の緩和以外の医療用途に使用することを支持する研究はほとんどない。アルキルグリセロールが様々な癌に試験された結果、癌の過剰増殖として特徴付けられる状態に有効であるという効果が認められているため、主に補助的治療として用いられていることが理由であると考えられる。アルキルグリセロールの一つの効果をジアシルグリセロールの競合的抑制としての 可能性を持つことと考えると、この反応により、プロテインキナーゼ C も抑制されていることが考えられる。なぜなら、ジアセチルグリセロールは、プロテインキナーゼ C の刺激物質であるからである。プロテインキナーゼ C は、好中球の酸化的破裂に必須であり、プロテインキナーゼ抑制薬が、この反応を阻害するからである。山本エヌラの研究では、エーテル類自体が、 マクルファージの活性化と細胞毒の本体であることを示している。この二面的役割はアルキルグリセロールの補助治療としての広範な応用の可能性を示唆している。アス・エス・ケート・ジョダブ・エルエーラはアルキルグリセロールを授乳中のマウスに与えるとこの末梢化粒球と結晶中免疫グロブリンが増加することを観察している。この作用は アルキルグリセロールを多くの感染による障害に応用可能であることを示唆する。グリーンランドシャーク関与の約3%がメトキシチカンアルキルグリセロールからなっている。メトキシチカンアルキルグリセロールは培養細胞において癌の増殖を抑制することが見出されている。メチルアルコールマイナスアントラセン誘発マウス肉種と若年小骨肉種の2つの細胞株が使われた。 グリーンランドシャーク間由来のに、メトキシアルキルグリセロールの混合物は、顕著な増殖抑制が認められた。しかし、ここで注意すべきは、アルキルグリセロールの構造と活性には厳密な、連関があることである。ストックホルム大学で行われた実験で、二つのタイプのメトキシチカンアルキルグリセロールは二つの種類の、 眼下株の増殖を抑制するが、メトキシグループのないアルキルグリセロールはこの眼下株で、何ら増殖抑制作用がないことを示した。1963年に、プロルトは放射線治療に対するアルキルグリセロールの使用に関する論文を発表した。以下に、当該論文の知見要約を記す。ありがとうございます。